対局開始。お願いします。相手は文武両道ということなんで、リリースイを顔してますね。三間飛車やってみたいと思います。あ、でも相手も振り飛車党かな。うん、文武両道ですね。相振り飛車においては三間飛車ってあんまり好きじゃないんだけどね。三間飛車は対飛車の時によくやる戦法で、相振り飛車の場合は、向かい飛車の方がやりやすいなっていう印象はありますね。まあ序盤でこう7五歩と突いて相手にこう圧迫するというか、まあ、そういう面はあるんですけど、ただまあ一歩交換した後の駒組みとか難しいので、向かい飛車の方が形的には好きですけどね。あ、これ相振り左玉ってやつかな。2分30秒。左玉になる可能性がありそうですね。これ4五歩突かれたら角が浮いてるから、まあいいや、まあ、こんな感じで、まあ、とりあえずこう感触。相振り左玉ってさ、ああ角引くんだ。まあ、これ桂馬跳ねていくんでしょうね。三、うん、そうですね。まあ、高みの囲い。高みの囲いで、まあ、お高く止まっておきましょうということですね。これどうやって指したらいいのかな。これ六七銀から六七銀五六歩と。これ面白い手ですね。なんか5六歩5五歩って感じでちょっと形組み替えたいなっていう、これ角桂馬跳ねる桂跳ねですかね。これ8四歩打ちたいけど、でも2分でも上に上がってくるのか。8四歩打ちたいけどな、これ打っちゃダメなんですかね。うん、まあでも銀上がって、まあ6五桂とか、うわなんかよくわかんないけど、うわーって感じ。抑え込み狙いなんですね。ああこっちに回ってくるの。ああそうですか。はいはいはい、そういう人ですか。1分30秒。1分30秒わからない。ちょっとこれね、やり方がわかんないですね、これ。されるのかな。いやーちょっと謝っちゃおうかな。わかんない、ちょっとやり、もうちょっと何ともしようがないですね。これで相手何するのっていう。桂馬取られて同角で、まあ5五桂の筋があったんでね、ちょっと、これなんか抑え込まれちゃってもうどうしようもないね。これ7八飛車と次に回ったとしても、まあ銀上がってくるでしょうからね。あ、違うのか。まあ引くしかないね。1分。あ、まあこれ普通に取ればよかったか。7六銀でよかったか。角から、いや取っちゃいます。8七歩なり同銀、ちょっと銀がソフトだけどね。取ると、さあよく考えてくださいね。よく考えて指しましょう。将棋中のよく考えて指すことが。でもこれどっかでさ、これもう取っちゃいましょうね。バカバカ取っていくとね。取ってから考えましょうね。取る前に考えるんじゃなくて、取ってから考える、これ大事ですよ。これも、もうこの、ああ、でもこれですよ。桂打ちがあるのか。一回こうやってひねってみようか。ひねって、で、角上がるみたいな。わかりませんけどね。なんとなくこうやって、ちょっとこうね、ひねっていくというスタイル。どうですかね。これは、上がると。
いやー、時間切れになりそうなのが怖いな。うん、取っちゃって、もうこれ取るでしょ、多分。さすがにこれはもう取ってくるんじゃないですか、取りますよね。あ、もう分かんない。グイッ、グイッと、グイッといきましょう、グイッと。もう取る。30秒。あ、これ、あ、いえ、もう桂馬打つ。あ、これ優勢じゃね、これ。優勢じゃね、優勢右かじゃね。もうこんなの取っちゃうよ、こんなの。同銀なり同飛車がこれ金に当たるからね。これ優勢じゃね、これ。これ優勢じゃね、優勢右かじゃね。ねえ、これ取るんだ。はいはい、そうですね、はい。20秒。ちょっとなんだよ、なんかクリップを、それクリップが遅れちゃってさ、クリップが遅れて負けるってことかも。だけどこれ優勢は優勢なはずなんだけど、あ、ちょっと待って、これどうかな。おっと、何だろう、これは。形的にはこれ勝ち、あ、これ勝ちだね、これ。ただ時間がないからな、逃げ切られちゃいますね、これはね。角打ったりしてだけど、よいしょ。ありがとうございます。厳しい、あまりに厳しい戦いだったが、よく頑張ったな。厳しいでしょ。相手もさ、多分ね、相手は最後勝つと思ったでしょうね。あ、これは時間切れ勝ちになるなってね、なんとかこうしのいで、局面的には負けなんだけど。あの時間切れで勝てるだろうって相手は多分思ったと思う、うん、で最後1三玉と逃げて、あ、やべ、詰んでるっていうね、うん、だってこれさ、2四玉と逃げておけば2三、まあ、これ罪ですけど、2三金で打てても1回3四玉と逃げられるから詰んでなかったですからね。で多分こちらが時間切れ負けだったんですよ。だから1三玉と逃げたことによって1手で罪が生じたので、逆転負けという、まあ、そういうことですね。でですね、今日は2024年3月18日なんですけれども、まあちょっとしたネットネタみたいなものなんですが、こんなニュースがありました。イオンシネマ、車椅子ユーザーへの不適切対応でお詫び文、従業員の教育再徹底と再発防止策を講じ設備の改善を進める、国内最大級のシネコン、イオンシネマが、公式 X を更新、運営する映画館で従業員が利用者に不適切な対応を取ったとして、イオンエンターテインメント株式会社名でお詫び文を掲載した、車椅子インフルエンサーとして活動する中島涼子さんがイオンシネマで映画鑑賞した際の出来事を15日に X に投稿。今まで何度もその劇場に一人で見に行って映画館の人が立ち立ってくれていたというが、今日は見終わった後急に支配人みたいな人がいて、この劇場はご覧の通り段差があって危なくて、お手伝いできるスタッフもそこまで時間があるわけではないので、今後はこの劇場以外で見てもらえるとお互いいい気分でいられると思うのですが、いいでしょうかって言われてすごい悲しかったという、うん、さらに、え、でも今まで手伝っていただいて3回以上ここで見てるんですがと言ったら、他の係員に聞いたところそういった経験はないとおっしゃいまして、ごめんなさいって謝られて、なんかすごく悔しくて悲しくてトイレで泣いた。なんでいきなりダメになるんだろう。悲しさを通り越して今は行きどころのない怒りに変わってきた。その時に言い返せなかった自分にも腹が立つ。イオンシネマの社長と話し合いたいと映画館側とのやり取りを綴った、うん、これに対してイオンシネマの公式 X は、弊社従業員による不適切な対応に関するお詫びと題した文章を添え、この度は弊社従業員によるお客様への不適切な対応につきまして、お客様及び関係者の皆様にご不快の念をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げますと謝罪。また騒動については、弊社が運営するイオンシネマシスタス調布のグランシアターにおいて、お客様の映画ご鑑賞後に弊社従業員がご意向のお手伝いをさせていただく際、お客様に対し不適切な発言をしたことが判明いたしましたと説明した。うん、っていう話なんですけども、なんかこれに対してさ、なんかネット上で、この車椅子の中島涼子さんに対して結構バッシングするような、なんかそういうあの書き込みが多くてですね、それで賛否両論呼んでるそうなんですよね。まあ結果的にはですね、そのイオンシネマがごめんなさいって謝って、今後は何とかしますみたいなことを言ったらしいんですけども、ネットでは賛否両論になったってことなんですね。うん、
これは他の記事なんですけども、車椅子利用者の映画館でのトラブルですけれども、4シネマの件で凄まじいバッシングが車椅子の人に寄せられているのに驚くと、うん、これ個別の問題じゃなくてもっとバリアフリーが進むよう議論が生まれたら良いのにと思うと綴り、障害のある人が日頃どれだけ大変かよくわかる出来事、誰の介助がなくても行き届くところに行けるようにしたいって俺だって思うがなと、まあ、そんなことを言ってるわけですね。でなんかそのネットで賛否両論っていうのがね、どういうことなのかよくわからなかったんだけど、まあなんか適当に検索したらさ、まあ質問、中島涼子は被害者ずらしてるか、もうこの質問そのものがなんかもうすでにバカにしてますよね。とかなんかその車椅子インフルエンサー中島がイオンシネマに完全な当たり屋行為で大炎上とかね、なんかまあちょっと批判的なこと言ったりとか、イオンシネマに現れた車椅子クレーマー中島涼子、新幹線の多目的室で生配信しながらセロハンテープ芸を披露とかな、まあちょっとなんかこれもちょっとバカにしてるわけですね。とかなんか、まあいろいろ言ってるわけなんですよ。で、まあ、それに対して、まあ、その、まあ、イオンシネマ等々、車椅子アイドルが思いを告白、選択肢が少ないと。うん。まあ、不適切な対応だったって、イオンシネマを誤ってるんだけれども、その後もネット上では様々な賛否の意見が飛び交っていると。で、猪狩ともかさんという、まあ、この人も車椅子を使っている方なのかな。猪狩は西武ライオンズの大ファンで球場で野球を観戦することも多い。16日の投稿では映画館だけじゃなくて野球場とかライブ会場とかも車椅子ユーザーの選択肢って本当に少ないんですよねとしみじみ、今回の4シネマの件どっちが悪い悪くないとか一旦置いといてそういった現実も知ってもらえたら嬉しいですとコメントした。個人的に今回の映画館の件は通常業務以上の対応を求めたこと、社名店舗名を出したことに対して批判的な意見が寄せられているのかなと思いますと、騒動について冷静に分析。いや違うと思うな、そういうことではないと、まあ後でちょっと私が話しますけれども、世の中にあるさまざまな企業が障害者への手助けを業務の範囲を超えて個々の判断でやってくださいますと、企業や従業員らのフォローがあることも明示した。過去に見た映画を上映していた映画館に問い合わせをした際に階段があるけど手伝えるので安心して来てくださいと伝えられた経験も明かし、手助けしてもらって当たり前ではなく常に感謝の気持ちを持っています、そこに優しさや思いやりが生まれて素敵な世界が広がっていくと信じていますと、親切や感謝の大切さを前向きに綴った。より一層バリアフリー化が広がり、今後身体の不自由な人が他人の手を借りることなく自己完結でいろんな場所に行けたらそれも素敵な世界なんじゃないかなと思いますと理想告白。騒動がネガティブに捉えられるのではなく考えるきっかけになることを望んだ。そうですね。続けて障害者として感謝の気持ちについての考え方も投稿。感謝の気持ちを強要している、普通の体験をしているだけなのに感謝の気持ちが必要なのかという、意見をぶつけられた経験を明かした上で、感謝ってそんな理屈で考えるものなのでしょうかと疑問符。でもね、これはね、感謝って理屈で考えるものなんだよ。なぜかっていうとさ、例えばね、だってさ、そのじゃあ皆さん、例えば何ですかね、まあ電車乗るときさ、電車乗るじゃん。で電車で、乗って降りるじゃない。でさ、駅降りるときに駅員さんとか、まあ、車掌さんとかいると思うんだけど、まあ、運転手さんでもいいんですけど、あ今日もお仕事どうもありがとうございますって挨拶する？しないでしょ別に。当たり前じゃんって、平気で電車降りて駅降りて行くでしょ。うん、ねえ、なぜかって言ったらそれは当たり前だと思ってるからでしょ。別に感謝とかいう問題じゃなくて、駅員さんは駅員さんの仕事をしてるだけだし、車掌さんは車掌さんの仕事をただやってるだけで、別に特別に自分に対して親切にしてるわけではない。でも親切にしてるんだよね。だってちゃんと毎日さ、滞りなく業務をやってるわけですから、それはそのね、別になんていうか、ちゃんと手を抜かずにちゃんと仕事をしてるわけですから、それはありがたいことじゃないの？いや、わかりませんけどね。うん、でもそれはみんな同じように電車乗れてるから、自分だけが特別に、ではないから、みんな同じだから別に感謝する必要はないよねっていう、そういうだけのことでしょ？うん、で、今回の件に関して言うとさ、車椅子の人が、まあ、その手伝ってもらって、
あの映画を見るって話なんですけど、で手伝ってくれてありがとうっていう風に、感謝の気持ちをですね伝えようと、まあ、それは素晴らしいことじゃないかと、うん、ありがとうと言った方も言われた方も気持ちよくなれる素敵な無敵な言葉だと思うんです。理屈や理由なんて必要ありません。ただただ気持ちのいい言葉として発してますって、まあ、それはわかるんだけど、でもね多分その車椅子の、この今回の中島さんであるとか、あとそれからさちょっと前にさ、なんだっけな、何年か前にさ、これも車椅子のなんか伊勢名さんっていう人がさ、紀ノ宮駅に行ったっていうのでね、なんだっけな、これも似たような話かなと思うんですけど、この伊勢名夏子さんっていう、まあ、この人政治家らしいんですけど、この人がなんかその電車に乗って、静岡県の紀ノ宮っていうところに行こうとしたんですよね。で、駅員さんに紀ノ宮まで行きたいので、車椅子の乗り降り手伝ってもらえませんかっていうふうに言ったら、なんか紀ノ宮ですか、紀ノ宮は紀ノ宮駅は無人駅なので駅員がおりませんので、手伝いをするための社員がいないのでできないんですよ。一つ手前の熱海だったら、熱海は大きい駅だからね、だから熱海だったら駅員がいますので、熱海だったらもう お手伝いできますので、熱海でどうでしょうって言われたらしいわけですよ。でも、いや私は紀ノ宮に行きたいので紀ノ宮までお願いしますとか言ったら、ああそうですか、紀ノ宮です、ちょっと待ってください、ちょっと紀ノ宮行けるかなって言ってね、まあ、ちょっとこう対応に手こずったと。で結果的には紀ノ宮に社員を派遣して、なんか電車の乗り降りとかね手伝ってもらったりとかできたらしいんだけど、ただ、まあ、JR 側としてはいきなり無人駅で降りるって言われても、お手伝いする社員がね常駐していないから、いきなりだとなかなか対応に苦慮することもあるので、まあ、今後は早めにちょっと連絡してほしいと、うん、みたいなこと言って、なんかちょっと対、まあ、この伊勢名さんとしてはちょっと対応に手こずったことが不満だったらしくて、まあ、そのあったわけですね、まあ、ちょっと経緯が書いてありますけれども、熱海で紀ノ宮まで行こうとしたら、無人駅なのでご案内できないと駅員さんから言われましたと、うん、まあ、でもまあごちゃごちゃいろいろあってですね、紀ノ宮駅でも車椅子を運んでもらったということなんですね、うん、で、まあ、これもさ、いや一生懸命やってくれたんだからさ感謝すればいいじゃないか、ありがとうって一言言えば気持ちいいじゃないかって言うかもしれませんけど、でもね、まあ、特にこの伊勢名さんの話とか特にそうだと思うんだけど、彼らからするとさ手伝ってもらって当然だろっていう話なんだよね。なぜかって言ったら、みんなできてることは自分もできて当たり前でしょってことなんだよ。みんなさ、普通の人は別に普通に紀ノ宮駅に降りることもできるし、映画館で映画を見ることもですね、別にそんなに不自由なくできるわけですよね、お金さえ払えば。だったら自分だって同じ人間なんだから、まあ、足が不自由だから車椅子使ってるけども、ただ同じ人間なんだからみんなと同じようにできて叱るべきでしょっていうさ、こういう思想なんですよ、うん、だってみんな電車乗れるじゃん、で紀ノ宮駅降りられるじゃん、うん、で、映画にも行けるでしょ、うん、だから自分だってみんなと同じことができて叱るべきだと、うん、で自力でできないんだったらそれは社会の中で手伝ってもらって当然でしょ、だからそこにありがとうとかじゃなくて、それは仕事の一環としてやってくださいよと、うん、だってみんなできてるんだからさ、みんなができてることが私だけできないなんて納得できないですよっていう、まあそういうことなんだよね、うん、だからねえ感謝すればいいじゃないってなんか中立を装ってなんかそのいい話にしようとしても、まあそうは問屋が下ろさないというところなんですね。まあでもさ一方でさ、ねえ、わがままなんだよとかね、イオンシネマの中傷された支配人を守る必要がある、早急にイオンにメールをしたい、支配人を処分するべきではないと、つまり中島さんに対して、うちはちょっとお手伝いがなかなかできないので他の劇場行ったらいかがでしょうかって言った人はそれでいいじゃないかと、ね、イオンシネマ車椅子クレーマーの中島涼子、
すでに直接の謝罪をされたにもかかわらず、さらに支配人が悪かったという謝罪文まで欲しがる。こいつの目的は謝罪文と支配人を脅すことだったのか。まあなんか結構ね、なんか口汚い言葉で罵倒している人たちが結構ネットにはいるなと思うんですけど、で私はこうやってね、中島涼子さんもそうだし、この伊是名さんに関してもそうなんだけど、なんかね、彼らをね、彼女たちをなんか罵倒する人の方が嫌いなんだよね。あ、ご飯炊けましたけど、なぜかっていうとさ、なんかさ、結局さ、伊是名さんにしても中島さんにしても、それらをさ叩いてるさネット民たちってさ、結局さ自分たちも我慢してんだからお前も我慢しろよみたいなさ、ね、自分たちだってさ、その障害者ではないかもしれないけど、いろいろ我慢してやってんだから、ね、自分たちだけさ苦労してると思うなみたいなさ、不平等じゃねえかと、俺たちだって頑張ってんのに我慢してんだよ、ね、みんな我慢してやってんだよ、お前だけ我慢してんのお前だけじゃないんだよみたいなさ、ね、お前らだけさ、なんか助けてもらって当然だとか、当然だったらもし不平等じゃねえかよっていう、なんか一種の平等主義みたいなものが感じられて、まあ、妬みを感じちゃうんで、なんかすごく醜悪だなと思うので、私は嫌だなと思うんですけども、ただ一方でさ、こういうバッシングが生まれる背景にはですね、結局、なんかケアイズムの暴走っていうのがあるかなと思ってて、結局さ、ね、この、猪狩ともかさんっていう方は、車椅子アイドルなんですよね。で、助けてもらったらありがとうって感謝すればいいじゃないですかと、ね、理屈や理由じゃなくてありがとうって言われた方も言った方もですね、気持ちよくなれるじゃないですかってね、なんかね、平和主義的なことを言うわけですけども、でもね、結局さ、最近の潮流としてそのありがとうとかいうことではなくてさ、さっきも言ったように、みんなができてることは誰でもできて当たり前だよねっていう、そういうさ思想が、まあ、一つのですね、なんていうのかな、社会の一つの正義論っていうのか、正義感として非常にはびこってるんですよね、つまりさ、みんなが電車に乗れてるんだから障害者だって乗れるようにしてもらって当たり前でしょ、みんなが映画館行けて普通に行けるんだから車椅子の人だって普通に映画館に行って映画を見て、それで見られて当然でしょ、それが自力でできないなら助けてもらって当然でしょっていうさ、うん。ただこんなニュースもありましたね。2023年2月なんですけども、JR 九州は駅を無人化したことで移動の自由を制限され苦痛を受けたとして車椅子の利用者が損害賠償を求めた訴訟っていうのがありますね。だから、JR 九州もですね、鉄道事業は苦しいですから、まあ、コストダウンのために、駅を無人化していくっていう、まあ、これは JR 九州だけじゃなくてあるわけですけども、まあ、無人化すると、そしたらですね、まあ、さっきも伊是名さんの例にもあったように、無人化してしまうと、車椅子の人がですね、乗り降りするのが大変になっちゃうんですね。でその都度さ、電話ですいません、この駅から乗りたいので何とかしてくれませんかみたいな感じでさ、まあ、事前に連絡してってことをやらなきゃいけないじゃん。でそれがすごく嫌だと、うん、でそれでき やればいいじゃないかってさ言うかもしれないけど、ね、いやそれやってくれよと、ね、やればさ JR 九州は親切に社員を派遣してお客様のお手伝いとかしてくれるんでしょう、だったらそれでいいじゃないってさ言うかもしれないけども、でもね、これ弱者の立場、その弱者をケアするっていう立場からするとね、いやいやみんなはみんなはそんな事前予約なんかしなくたって普通に電車乗れるじゃないかと、なんで私たち障害者だけ前日に連絡をしないといけないんですかと、突発的に あそこ行きたいなと思った時に気軽に駅に行って電車乗ってってことができて叱るべきでしょ、だってみんな平等じゃない、ね、障害持ってる人も障害持ってない人も人はみんな平等でしょ、平等なんだからみんなができてることは私もできて当たり前でしょ、だからなんとかしてよっていうさ、これなんですよね、うん、だから感謝してくれ、感謝すればいいじゃないっていう話じゃないんですよ、うん、でたださ、これさ、これやりだすと、際限なく人の仕事が増えていくんだよね。つまりさ、弱者がいるの で弱者っていうのは何が弱者かっていうと、みんなと比べてできることが少ないというか、みんなが当たり前にできることをできていないから弱者なんですよね。
絶対的な弱者っていうよりも相対的にそのみんなと違ってへこんじゃってるから弱者だっていうこういう理解なんですよ。でそのへこんでる部分を埋めてもらって叱るべきだよねみたいな話になってくると、だって人によってさ能力って違うわけですから、もうありとあらゆる弱者が考えうるわけじゃないですか。例えばさ、まあ、この場合は車椅子の人が弱者とされてるわけだけど、車椅子だけじゃなくて、まあ、例えばお金がないので進学できませんって人もいるだろうし、お金がないので大学行けませんって人であるとか、まあ、あるいは耳が聞こえないので、大変ですって人もいるだろうし、あるいは食物アレルギーで給食食べられませんとかね、学校でね、とか、まあいくらでもあり得るよね。まあ私が中学生の時にも、手が不自由な、足じゃなくてね、手が不自由でちょっと手がうまく動かせないっていう、そういう子がですね、同級生にいましたけれども、あとまあ小学校の2年生ぐらいの時に足が不自由で、まあ、足がいつもビッコ引いてる子がいたりとかね、結構その弱い弱者っているわけですよ。で、その弱者っていうのは、あくまでもこれは絶対的な基準があるわけじゃなくて、相対的なもんなので、みんなと違ってへこんでたら全部弱者なんですよね。で、日本人っていうのは平等主義ですから、みんなと違って自分ができないってなると、やっぱり弱者だってことになるので、で、この定義によるとですね、弱者の定義、弱者っていうのはですね、もういくらでも広がっていくわけなんですよ。例えばみんなが結婚できてるのに自分だけ結婚できません、これは弱者になりますよね。みんなが彼氏彼女いるのに僕だけ、まあ、例えばですね同窓会に行ったら、自分以外全員結婚してましたと、自分は結婚どころか彼氏も彼女も、まあ、自分だったら彼女がいません、これ弱者ですよね、恋愛弱者ですよね、とかさ、みんなが大学行ってるのに自分は大学行くお金がないとかね、この前、奨学金の支払いが、奨学金の返済が苦しいので、奨学金チャラにしてくれっていう話があってさ、奨学金チャラ、奨学金チャラプロジェクトとかなんかそういうのやって、まあそれも賛否両論っていうのはありましたけども、まあそれも同じことですよね。つまりその、みんなと違ってお金がなくて進学がしづらい子がいて、それがちょっと苦しいので、奨学金借りたんだけど、その奨学金の支払いも苦しいので、まあ、それも何とかしてくれと、みんなができてることは自分もできて叱るべきでしょっていう、そういう弱者ケアの思想からして、まあ、繋がってるわけなんだよ。でさ、何が言いたいかっていうと、このね弱者ケアの思想を、正しいことだとして推し進めた場合、際限なく人の仕事が増えていって自分たちの自由が失われるってことが、やっぱり人々の間で漠然とした不安があると思うんだよね。だってさ、ただでさえですよ、今日本は少子高齢化で、まあ、おじいちゃんおばあちゃんばっかりになっちゃってですね、で現役世代が少ないとなると、まあ、どうしてもさ、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんたちって体壊しやすいし、やっぱり医療費もかかるわけじゃないですか。でそうすると彼らを助けるために現役世代が、まあ、お金を負担して、まあ、社会保障費をですね負担して行くってなるとですね、すごいさ、もうケアしきれないよっていうさ、思いがさ、あるでしょ？もうだいたい今のさ、若者とかさ、もう自分たちがさ、なんで、じじいばばあたちのさ、を支えていかなきゃいけないんだと。で、どうせさ、自分たちがさ、ね、おじいさんおばあさんになるところには、どうせさ、もっと少子高齢化になってしまって、どうせ自分たちをケアしてもらえないだろうと。もう自分がケアした分だけ後でまたケアしてもらえるっていうんだったら分かりますよ。でもそうじゃなくて、自分がケアをしたとしても、まあケアっていうのはお金払うって形でケアをしたとしても、どうせ自分はケアしてもらえねえだろうと、つまりケアしぞんじゃねえかっていうさ、思いがやっぱりさ、日本中に渦巻いてるわけですよ。だってもう少子高齢化でさ、もうさ、ケアするのがもう大変になってきてんじゃん。でどうすんのって話で、これもうね、前々からすごく議論されてると思うんだけど、まあ、結局さ、ね、まあ、政治的にはおじいちゃんおばあちゃんが強いですから、だって少子高齢化ってことはおじいちゃんおばあちゃんの人数が多いわけですから、彼らの、彼らをケアする方に、
やっぱり政治的にもですね強くなりますよね、うん、そうすると若い人は見捨てられるのでやっぱりねケアしきれないのにケアしろって言われてる感じがしてすごくこう不満をね抱いてる人は多いと思うんですよ。でその延長線上としてそのじゃあお金の負担だけじゃなくてありとあらゆるところであの弱者のために何かしろっていうさ弱者を助けるために、配慮しろ気遣え思いやりを持てってさもうそればっかりワン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 言われてもううざいよっていうさ気持ちがさ渦巻いてんじゃないかなと思うんだよね、うん、もうなんか少数例えばその性的少数者に配慮しろとかね LGBT がどうとかさなんかもうねあの最近そればっかりじゃないですか。これやられちゃうとさもうさ少数者に配慮しろとか弱者に配慮しろって言ってもさしきれねえよとでどんだけさ要求してくるのかと別にさあちなみにというとですねこの少数者に配慮しろっていう話っていうのはこれね2020年にマスパセさんが飛行機降ろされた事件がありましたけども、あれはあれとは別の話ですからねマスクをしない少数者に配慮しろとか言ってるっていうのはそういうことじゃなくてですねあれはさ別にさマスクしてる人がいてもいなくても別にそれは何もしなければマスパセさんは普通に飛行機乗って降りてそれで終わりじゃないですか。ただ今回の件っていうのはそのなんていうのかな、なんか余計に仕事をさしてくれってことなんだよねつまりさマスパセさんはマスクしてないからって言って飛行機を乗車拒否搭乗拒否されたわけじゃないですか。なんだけど、そのさこの伊勢名さんにしてもこの伊勢名さんにしても、中島さんのねこの映画館にしてもですね別にその車椅子の人はお断りだっていうふうに言われたわけではないんですよね。そうじゃなくてお手伝いがなかなかできないよって言われたとかねお手伝いするにも限界があるよって言われただけで車椅子の人は来ないでくださいとご遠慮くださいとかさ言われたわけではないんですよ、うん、もしさそれを言ったのならばそれは排除してるので良くないってこれはよくわかりますよ。だってさそれはもそれはまさにさ人はみんな平等なんだから車椅子だからって言って、拒否するっていうのはおかしいでしょと。電車に乗るに関しても車椅子の人は断りだとかねこういう人は断り来るなって感じでねうん、それは良くないと思いますよ。だから私はその観点からしてマスクしてないから飛行機降りろっていうのはこれはダメだよと思うわけ、うん、だから別の例ですけども例えば、なんかその、うん、入れ墨入れてる人はお断りとかね例えばその健康ランドとか銭湯じゃないかお風呂屋さんとかでさ入れ墨入れてる人はお断りとかいうことをやってるやつがいたとしたら私はそれ反対しますね。入れ墨入れてようがなんだろうが別に拒否するのおかしくねってさ思いますよ、思いますけども、ただ今回の件は拒否してるわけではなくて、お手伝いはなかなかできないかなって言ってるだけで拒否してるわけではないんですよ。でこれ重要な区別で多分ね弱者ケアの人たちからするとさいや結果的にはできないだから同じことじゃないかと。でマスパテさんが飛行機降ろされたのも車椅子の自分が、ね、電車に乗れなかったり映画館に行けなかったりするのも結果的にはできないっていうだけで同じことだじゃないかって言うかもしれませんがこれ全然違っていてマスパテさんの例に関してはこれは人為的に拒否してますよね。人の力でできなくしてるわけですよ。ただJR 東日本のその木の宮駅に関してもあるいはその映画館のこのイオンシネマの件に関してもですね別に人為的に車椅子の人を拒否ってるわけではなくてただ積極的な手助けがどこまでできるかって言ったらちょっとしづらい面もあるよねって言ってるだけのことなんで別に人為的にわざわざ排除していってるわけではないんだよね。これ非常に重要な区別ですよ。だってさもしもさ結果的にできないんだから排除されてるなんて言ってしまったらそんなこと言ったらさ例えばですよ自分は将棋が弱いのに将棋が弱いから将棋のプロになれませんこれは将棋連盟に拒否されてますとかね、うん、いや将棋のプロになる、まあ、奨励会の試験だったら受けられるっていうかまあそのなんていうのかな将棋だからなんだろうねそのさ試験受けるのは
いいんだけど、ただその試験に受かるかどうかはその基準があるよって話で、別にエントリーまでさ拒否してないじゃん、うん。まあ、東京大学に関してもそうで、東京大学自分頭が悪いから東京大学行けないのはこれは東京大学に排除されてますって言ったらさ、どうなのよ。みんな東大行けるのに自分だけ東大行けなかったんです、頭悪いからってね。頭悪いところはみんなで補ってくれよってなるの、それは変でしょやっぱり、うん。ただ歩き人は頭が悪いから東京大学の受験もできませんとかね、受験すらもう拒否とか言ったらさ、それはおかしいでしょと。受験はさせてくれよと、エントリーはさせてくれと、うん。そう、最初からもうさ排除すんなと、それはわかるんですよ、うん。だけど、実際にそこ自分が結果を出せるかどうかっていうのはそれはもう状況次第なのでっていう話だと思うんだよね、うん。で、でさ、だからその私は、この伊是名さんとか中島さんに対してバッシングしてる人の気持ちも別にわからなくはないんですよ。だから、ケアだって限界があるよと、弱者をケアするのもただじゃないんだと、うん。ただでさえ少子高齢化で、現役世代の負担が増えてるっていうのに、それ以上に弱者をケアしろなんて言われたら、でその弱者ケアがさ暴走して、どこまででも弱者ケア、だってさ弱者だから助けろっていう思想はさ歯止め効かないじゃないですか、うん。なので、どこまででも弱者ケアを要求されるともうやってられなくなっちゃうし、もうケアしきれないので頼む、なんとかちょっと勘弁してくれよっていうさ、ことだと思うんだよね。だからバッシングしてるんだと思う。でもね、私が言いたいのは、そうやってバッシングしてるだけじゃダメよってことなんですよ。つまりさ、結局さ今回の事件に関しても一応形式上はイオンシネマ謝ってるわけじゃないですか、うん。イオンシネマがちょっと不満があるかもしれませんけど、まあ本音ではね、そうは言ってもな、車椅子の人を助けるにもマンパワーが必要だし、常に対応できるかって言ったらなかなか厳しい面もあるし、なかなか困った問題だなと内心思ってるかもしれませんけど、ただやっぱり弱者をケアするっていうのが正しいことだとされてる、まあポリティカルコレクトネスっていうんですか、ポリコレみたいな感じで正しいことだっていう建前があるので、その建前に従ってごめんなさいって謝るしかないわけだよね、うん。でもこれさ続けていくとさ、結局さ内心どう思ってようと、やっぱり社会としては、弱者をケアしなければいけないのだ、弱者には助けてあげなければいけないのだっていうのがどん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 推し進められていくと思うんだよね、うん。で、だから LGBT 理解増進法案とかそんなものもね成立したみたいですし、ねまあ、結果的には JR 東日本だって紀ノ宮駅というね無人駅まで職員を派遣して、まあ、伊是名さんの、お手伝いをしたわけですし、結局せざるを得なくなってくるわけですよ、うん。で結局ね、そのね、なんかこの伊是名さんとか中島さんをバッシングしてる人ってさ、なんか上から目線でなんか自分がなんか現実として勝ってる側、勝ち誇ってる側というか、自分はなんか既得権持ってて、なんか自分は勝ってると、でなんか弱者をこう上から目線でこうなんかちょっとバカにしていい気になってる感じもするかもしれないけど、いい気になってる場合じゃねえぞと、うん。だってさ、その弱者ケアを推進しようとしてる側はさ、自分たちの考える正しさっていうのを言葉で表すことができるわけですよ。つまりさ、人は平等なんだから、人はみんな平等なんだから、みんなができることは弱者でもできて叱るべきでしょうとかね、かわいそうな人を助けるべきでしょうとかね、人はいつ弱者になるかわからないんだからとかさ、ね、移動の自由とかね、まあ、これ移動の自由っていうのはこれまあどちらかっていうとこれは積極的自由に入る言葉で、まあ、これリバタリアン的にはこれは自由に含まれないんだけどね、その移動の自由っていうのはリバタリアン的な解釈でいくと、その当選簿するっていうの、人がダメって感じで、あなたダメ、あなた入っちゃダメみたいな感じで当選簿することが移動の自由を侵害されてるってことであって、別に通ってもいいんだけどお手伝いはできないよっていうのは移動の自由を侵害されてるとは言わないんだよね。そのリバタリアン的な自由の解釈に行くと、別に JR 九州が駅を無人化しても、JR 九州が、車椅子のお客様お断りって言わない限り、
移動の自由をその侵害したことにはならないんですよ。だってそうでしょ、だって別に自由っていうのは他人からさ、こうさ押さえつけられないことなわけだから、別に、車椅子でも別に乗ってもいいよと、乗ってもいいけどただお手伝いはできないよっていうのは、これ自由はあるわけですよ、うん、なんだけど、ただまあ現代においては積極的自由、その助けてもらって実現するってことも自由の一つだよねっていう、そういう概念があるので、まあなんだかんだいろんなことを言ってですね、まあ弱者をケアしなければいけない、弱者もみんなと同じようなことができるようにしなきゃいけないみたいな、まあそういうことがですね言われているようになって、まあそっち側としてはさ、自分たちの正しさを言葉で表すことができるから強いんですよ。表面的にはさ、なんかムカつくなとかさ、なんかわがままだよなとか人々は言うよ。内心さ、そうだよなとかさ、なんか言うわけですよ。だからネット上で、この今回の中島さんはね、中島涼子さん、この人はわがままだとかね、なんかいろいろバッシングしたりするやつはいるんだけど、でもさ、でもバッシングしてる人だって表に出たら公式にはさ、この人わがままですよねとは言えないわけじゃないですか。でも建前としては弱者をケアしなきゃいけないっていうのはもうさ、もう社会の規範になっちゃってるわけですから言えないでしょ、うん、でなんかそのね、やっぱり人って自分の頭で考えてることとかもやっぱ言葉使って思考するので、その言葉の中でですね、なんかこうかわいそうな人を助けましょうとか弱者を助けましょうとか、なんかそういうね、言葉によって表すことのできる正義論っていうのはやっぱり強いし、時間をかけてやっぱり染み渡っていくんですよね、うん、だからいくら今ここで車椅子ユーザーこの中島さんをですねバッシングしたところで、やっぱりさ、なんかわがままなんだよとかさ、感謝が足りないんだよとかさ、無茶言うなよとかさ、なんかさ、こうさ、正義論になってないんだよ、これが正しいことだみたいな、そういう理屈になってないし、言葉に表せられてないんだよね。なんか感情ただぶつけてるだけで、感情をぶつけたらさ、まあその感情は響くものはあるかもしれないけども、言葉としてその正義という形に表せられないから、なんかやっぱりね、そういうのってすぐ消えてしまうし、やっぱり時間をかけてやっぱりこう言葉で正義を表すことのできる人たちにどん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 ね押し込まれていくんだよね、うん、だからこの中島涼子さんたちのようにですね、弱者をケアしろっていうのが負担に感じるってことはよくわかるんだけども、ただバッシングするだけではどん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 押し込まれて、やっぱり弱者ケア大事って感じでどん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 負担増えてくるので、だからバッシングしてるだけじゃダメよっていうことを私は言いたかったわけ。ちょっと話長くなりましたけどね、うん、だからね、だから一つの解決っていうか、そのね、結局ね、どうすればいいかっていうと、こういうのがうざいと思うんだったら、そのこれに対抗する、もう一つの正義論っていうものを提示して、主張していかないといけないんですよ、うん、なんていうのかな、だから、でそれはね、普通に考えてそうじゃないとか常識的にとかさ、みんながどうとか世間体とかね、そんなんじゃね、ダメなんですよ。それはもうやっぱり言葉によって弱者を助けなきゃいけないじゃないですか、移動の自由があるじゃないですかとかね、みんな平等じゃないですかっていう、そういう分かりやすい言葉によってもう押し切られてしまうので、やっぱりね、私はやっぱりリバタリアン的な自由の概念に行くしかないと思いますよ。だ今回の件で言えば、映画館はですね、映画館はこの車椅子の人を拒否はしちゃいけないかもしれないけども、ただ積極的な手伝いはしない自由もあるよねとかさ、まあ一例ですけどね、別に映画館は車椅子の人の自由を奪ってるわけではないんだよと。だって拒否してないじゃない、当選簿はしてないじゃないですかと、ちゃんとお金払えば入っていいよって感じで、別にその受け入れてるわけですし、そのはい、ここから先は立ち入り禁止みたいな感じで当選簿してないんだから、自由っていう観点で言えば別に問題ないんだよと、うん、でその上でお手伝いができるかどうかっていうのは、もうそれはそのスタッフのさ、その時の仕事の具合、仕事が忙しければできないかもしれないし、で例えば車椅子って重いでしょうから、それを持って運ぶためにはさ、ある程度さ力持ちじゃないといけないでしょ。
だかよわき女性でもできますかとかね、ちょっとかよわき女性バカにしてるように聞こえちゃうかな。で、その筋肉隆々の人が来ればさ、シャー任せてくださいってできるかもしれないけど、でもか弱い人、その肉体労働が苦手な人、スタッフしかいなかったらそれはできないじゃないですか。できないからって言って、そのできないもうからやりませんっていうのは別にさ、積極的に排除していってるわけじゃなくて、それもまたそのイオンシネマ側の自由でよくないみたいなね。だって別にね、あなたを別に何もいじめてはいないし排除してるわけではないんだから、あとは好きにお好きにどうぞとね。だから例えばそういうのを解除してくれる人を雇って、その人に付き添ってもらって運んでもらってもそれも構えないし、それもダメとは言いませんので、本当お好きにどうぞって話なんですよ。それお好きにどうぞ、ご自由にどうぞでいいじゃないかと、これが自由主義じゃないかとね。で、みたいな感じで、自由って観点で言えばさ、別にそれで十分なわけですよね。 JR 九州のとか、まあ、さっきのね伊勢名さんのことに関してもこれだって、鉄道会社としては、まあ、公共性があるので、どんなお客さんであったとしても、お断りはしちゃいけないんですよね。だから女性専用車両ってのは本当はダメだと思うんだけど、まあ、話は戻してですね、お断りはしてないと。だから移動の自由は守られてるんですよと、当選もしてないからねと、ただその上で、ただうちらにもそのマンパワーにも限界があるから、その何でもかんでもお手伝いできるわけではないよと、それも自由でしょとね、っていうさ感じで、自由って観点でその消極的自由をベースにして別の正義論をさ打ち立てていかないと、どん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 弱者ケアに侵食されて押し切られてしまうっていうことなんですよ。で私はそれもね怖いなと思ってて、もう最近さ、もうコロナ騒動が典型的ですけども、なんか弱者を守るため、弱者を助けるために、あれをやれこれをやれ、あれをしろあれもやれ、配慮しろ、思いやりを持って気遣えっていうのがさ、もうさ、もう暴走してると思うんだよね。だからこれさ、もう歯止めかけないと、どん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 自由がなくなっちゃうなって思うので、だからそれただバッシングするだけでは解決しないのでって思うんですよ。どうでしょうかね、視聴者の皆さんどう思いますかね。まあ結局ね、私がこう言ったところで、結局さ、まあアメリカではポリコレがね暴走してるって言われますし、まあ結局そのね、日本の思想っていうのは欧米から輸入したものなので、アメリカで流行ってるものがちょっと時間を空けて日本で流行るって多いじゃないですか。だからアメリカで LGBT だとか、ポリコレとかね流行ってるっていうのが日本にもちょっと波及してるわけじゃないですか。でそういう世界的な潮流を考えたら、結局さ、弱者ケアをさ推進していくっていうさ流れはさ、もう個人の力ではさなかなか止めようがないじゃないですか。そうするとさ、もう諦めてるんだよね。だから私みたいに、いや消極的自由ね、リバタリアニズムの義っていう、まあ、思想によってもうちょっと対抗していこうじゃありませんかなんて言ったってさ、それで弱者ケアと自由のバランスをとってですね、まあ、程よいとこ、だからそのさ、ケアすることはいいことかもしれないよ。弱者をケアするっていうのは私はいいことだと思うし、やっぱり車椅子の人が社会、まあ、街中で見かけるっていうのは成熟した社会の表れだと思うんですよ。例えばさ、発展途上国とかね、ちょっと行ったことないですけども、明らかにさ貧しい国だったらさ、車椅子の人とかさ外に出歩いてないと思いますよ。だって出歩いたってさ助ける余裕ないじゃん。人々が豊かじゃないと弱者に手助けするって余裕がないわけですよ。だから、車椅子の人が外で歩けるような余裕がなくなっちゃうんだよね。まあ、それにね、経済的にすごく貧しい国だったら、人々が支援をできないってだけじゃなくて、車椅子の人弱者だから、もうあっさり強盗に襲われてお金取られちゃうとか、まあ、そういうことも起こり得るだろうし、で、それが、そういう事件があったとしても、その犯人捕まえるための、警察力がないとかね。まあ、経済的に貧しいとそうなっちゃうわけですよ。でも幸いにして日本は豊かな国なので、豊かな国だからこそ弱者をケアしようって話になるわけだよね。で弱者をケアする余裕があるでしょって思われてるわけですよ。ただそれにも限界があるので、ね、例えばさ、さっきのね、
JR 九州の話で言うと、JR 九州が駅を無人化したことで移動の自由が制限され苦痛を受けたとしてって言うんだけど、だから無人化すんなと、ね、小さな駅にもちゃんと駅員さん配置しろっていうことでしょ。でもなんで九州 JR 九州が、九州旅客鉄道が駅を無人化するかって言ったら、それは鉄道事業は苦しいからでしょ。今地方ではさ、少子高齢化でお客さんが減ってしまって鉄道は苦しくなってるわけですよ。特に北海道とか苦しくてどんどん鉄道潰れてるじゃないですか。うん、で九州でもちょっと鉄道が潰れてる例がちょっと多少見られる面もありますので、つまりさ、 JR 九州としてもお金が無尽蔵にあるわけではないから、どこにお金をかけるかって話になるわけですよ。で路線を廃止するよりは駅を無人化する方がまださ、公共インフラとしての、役目を果たせるというかね、その駅を無人化したらちょっと不便になるかもしれないけど、ただその路線、なんとか線とかね、なんとか線とかなんとか、あると思いますけど、なんとか線とかは廃止、全部廃止にしてしまうよりははるかにマシでしょっていうさ、ことなんだと思うんですよ。だから JR 北海道でも、駅の無人化だけじゃなくて駅がどんどん廃止になってるわけですね。もう北海道はもう本当過疎地帯ですから、まあ、どんどん駅が廃止になってるなんかあ、ひょっとしたら3月16日にダイヤ改正があったって聞きましたけど、またなんか駅が潰れたんでしたんじゃないの、違うかな、分かれないけど、ね、まあ、そんな感じで、まあ、北海道では駅がどんどん潰れてるわけなんだけど、でもさ、なんで駅廃止するかって言ったらさ、それはね、お客さんが少ないからなんだけど、まあ、路線そのものを廃止するよりはまだマシじゃないですかっていうのもあると思うんですよ、うん。そこでさ、ね、状況は厳しいのに、駅を廃止するな、駅を無人化するなって感じで、やってしまうとですね、もうもっともっと厳しい、財政面で苦しくなってしまうから、もう仕方ないから路線を廃止しますってことになりかねないわけですよね。だからそれも、だからそうするとさ、車椅子の人が、自分が、電車に乗りたいので、無人化するなって言ったがために路線そのものまで廃止になってしまったら、もさ、もうなんていうかさ、その本末転倒じゃないですか、うん。だったらやっぱりさ、確かに健常者と障害者の間で格差は生じますよ。無人駅が増えて、あるいは駅が潰れたりとかして格差が生じることはそれはやむを得ないけれども、ただ路線そのものは存続するので、あるいは駅そのものは存続するので、電話すれば助けてもらえますよとかね、助けてくれる人が、介助者とかがいれば電車乗れますよとかいう感じで、その健常者との間で格差はあるけれども、ただ最低限その公共インフラが維持される方がまだ良くないですかってさ思うわけですよ、うん。でもまあそのさ、表面的にはね、やっぱりさ、その弱者ケアっていうのは平等主義だから、路線そのものが廃止になってしまったとしても、やっぱり健常者ができていること、つまりさ、路線が廃止、その鉄道路線が廃止になってしまえば、その車椅子じゃない人もさ、電車乗れなくなるわけじゃないですか。でそれは良くないことなのかもしれないけど、でも不平等ではないから、障害者としてはさ、それでもまあしょうがないなって思っちゃうんだよね。なんかそのみんなができてることが自分ができないっていうのが嫌なわけですから、ね、自分だけ利用できないぐらいだったら全部潰れちゃった方がまだマシだって思っちゃう心理もあるのかもしれない。まあそんな感じでね、なんかどうしてもね、弱者ケアっていうのは暴走すると全部ぶっ壊しちゃうので、そこはちょっとバランスを取って考えなきゃいけないなと思いますし、そのバランスを取るためにはやっぱりその弱者ケアとは別の、正義論ってものを提示していかないといけないなと思ってます、ね。ちょっと話長くなりましたけど、ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんもね、なんというかケアと自由っていうのをどのくらいのバランスでやるのかってことをちょっと考えてほしいなと思います。ありがとうございました。